今日ね、南部だったかな、なんか南部かに、あの全員来たらニコちゃんマークが出るんですよ全員来てくれたみたいな、誰もこう遅刻とか来れなくなっちゃった今日はみたいな、なく全部誰もみんなが来たみたいな時はニコちゃんマークが表示されるんですけど、それが表示されまして嬉しかったですみんな来てくれたんかって気持ちになる、あのニコちゃんマーク出たら。ホテルの探してくれてこれ綺麗さめっちゃ可愛い、ありがとう。そんな機能が、そんな機能があるんですよ。でも大体誰か来てない大体誰か来てないの丸分かりなんですけど、まあしょうがないですよね。ひなちゃんだけで、ひなちゃんだけのためにもうみんな用事外せないもんねホテッドのさがにちぐらいペコヒレイさん、クマありがとう。そう、誰が来てないかまでは分からんけど、ニコちゃんマークが表示されるのが大体普通なんで、うん、いいですけどよくないやつのいいですけどでしたね、すいません。はい、丸分かりでした。そう、いいですよ、うん、全然、うん、全然用事とか優先しちゃっていいですけど、寝てたとかだったらちょっとイラーみたいなそう、今日はお話し会でね、すごくあの写真集を発売してから最初のお話し会だったので、すごく皆さん写真集についてお祝いしてくれたり、ここのページのここがお気に入りだよって教えてくれたりね、すごいいろいろ言ってくれて嬉しかったです。うん、あずきさんありがとう、ありがとうね。はい、こそくさんもくまありがとう、くま、うん、みんなめっちゃ読み込んでるやんって思ったのが、ほとんどの人がなんか付箋を貼ってね多分このページ見せるっていうのをね決めてたんだろうね、みんなね。そう、やっぱ短い時間だからさ、お話しするとさ。ドリンさん、あ、ステッキありがとうキラキラ。そう、みんなこう付箋を貼って、こうここのページ、ここのページってなんか一個じゃないんかいみたいな、みんなみんなそんな何個もお気に入りのページあるんかいって思ったけど、あの嬉しかったですよ。はい、みんなが言うのにはあの選べないって言ってて選べない、クレヨンだからねって誘拐しよう、何回かした思い出があるぞ。トッタさん素敵、ありがとう、キラキラ。あ、そう、写真集の T シャツの話できた。そう、 T シャツもね、届いてる方は来てくれててすごい嬉しかった、みんな似合う、うん、なんか今回ひなが描いたクレヨンのイラストの T シャツなんやけど、全然ね、おしゃれすぎてね、あの本当にって思ったそう、あれ、おしゃれすぎてわからんかったみたいな時あった、うんそう、いつでも来ていってね。いい感じやった T シャツね、嬉しい。そう、今日そのね、EX 大賞を見たっていう報告もみんなから聞いたり、そう、嬉しかった。パパイラキちゃんから靴の靴ありがとう。あ、そう、今日ちょっと早起きしてグラスケーキ作ったので、セレってよかった。ねえ、ケーキでお祝いしてくれたりするの、そう、いろいろみんなが改めておめでとうって言ってくれたりするの聞けて、今日はうーん、ハッピーハッピーって感じでした。うん、そう、今日ね、お祝いといえばね、実はパパピオが誕生日なんですよ、今日。はい、
プレゼントを渡したぐらいしかしてないんですけどぐらいしかしてないんですけど、ちょっとあまりにもバタバタで今日。そう、まあおパパピおめでとうっていうことをみんな伝えといてあげてください突然のハッシュタグパパピオ生誕祭2022突然の開催、はい、ツイッターとかに言っといてあげてくださいするとパパピオが喜びますそう、でも岩田ひなっていうのをつけてくれた方がね、パパピオ見ると思います。さすがにパパピオ生誕祭2022のタグがあると思ってないからうちのパパそうそうそう、パパピオトレンドにしたら笑うそれは面白いけど、うん、そうそうそう、そうみんなすぐトレンド入りさせるからそうだよ、みんなトレンド入りさせがちだからね、うん、うん、やったひなのタグパパピオ見とる、見とるんじゃない、うん、パパピオ意外とこうチェックしてますから、うん、うん、うん、そうそう、言っといてやって、そうね、それと今日その写真集昨日さ翔太がね書いたじゃん、みんなにサインを、まだ渡せないメンバーもいるんですけど、ほぼほぼのメンバーには今日一生懸命渡せたので、はい、みんながすごいね嬉しいって喜んでくれたのがすごい今日は嬉しかったですね、うん、見たいと思ってたんですみんなの声を聞いて、なんか手白なんか手白くない、びっくりしたんやな、今日手が白い日ですね、そうみんながね喜んでくれて何よりです、うん、めっちゃ白いよねそうだよね、今日もここ映った瞬間、え、自分の手白って思った、こちらも今日は美白の手を、あ、でも全然、あ、でもこの辺の光が白く見えるだけかね、この辺だったらそんな白くない、この辺がめっちゃ白、びっくりっていうスポットでした、そう、いや本当にみんな喜んでくれて嬉しいなでございますひかり飛びしてる、この辺だったら普通この辺だったこの辺に来たらもう急に強くてびっくりしちゃう、光に飛んでます白雪姫うん、そう、うん、乾かい気がする、なんか即興乾かいんで、なんでなんだろうね、チーク飲みすぎたかもしれない、それはある今日ちょっとイエベメイクにしたくって、ちょっとみんなわからんよね、なんかちょっとなんて言うんだろう、ピンクよりもオレンジみたいなメイクが今日したくって、気持ち的にそういう気、ちょっと今日オレンジっぽいのを入れたから、なんか顔がほてってるかもそう、洋服に合わせて今日黄色いけんね、イエローにはイエローを、そう、いつもピンクなんですけど、今日もなインスタに昨日載せたやつ使ったよ、今日もこの辺を使った、今日もこっちこの辺の色を使うときがもう透明感
透明感爆上げメイクをするときに使います。頑張って勝ち取ったやつ。そうだよ、もう本当にスマホ3台頑張って勝ち取ったやつ。でも本当は今日思ってたのが、上まぶたになんかなんか出て、上まぶたにキラキラ入れたかったんだけど忘れてきちゃって、お家に入れれなかった。ショック。でも下まぶたはキラキラなのでいいやって、うん、なんてこったい。下まぶた、涙袋だけキラキラなんで、まあまあ、そう、ダメ忘れとった今日、完全にショッキング。なんかこのキラキラアイシャドウ、まあアイシャドウキラキラアイシャドウなんだけど、なんかこうもっとキラキラさせたいの、ヒナの中ではもうなんかキランみたいな。そう、うんうん、でも今日メンバーにみんほとんどみんなに写真集渡して、よかったわ本当。なんかずっといつ渡そう、いつ渡そうって思ってた時によかった、昨日渡して、うん、自分がキレイなじゃない、すごい良すぎて本当にありがとうという気持ち、あの嬉しいです。ちょっとジルのパーソナリティを務めようかな。そう、メッセージもね一生懸命こう昨日考えながら書いたき、よかった、みんな喜んでくれて、うん、そう、会えなかったメンバーもいたんよ。そうなんよ。まあでも次のお話し会でもまたあの持っていてチャレンジしてみよう思ったり、公園とかでね一緒に踊れたらまた、うん、またそうかなって思ってます。そう、なんかもう写真集をねすでに、ね、持ってるんで、メンバー持ってね、本当にあの感謝、うん。そっちにもサイン書くよとは言ったんだけど、そうそう、リネタ。皆さんリネタのインスタストーリー見ましたか？あのひながメンションしたやつもそうなんですけど、そのメンションの前の投稿のリネタなら、あの喜び方をずっとしてくれて本当に。そう、目が合うたびにあの喜び方をしてくれたの今日出た。いやーい。ひなさん本当にありがとうございます。みたいなのをもうずーっと目が合うたびにしてくれて、もうすごい喜んでくれて、よかった。うん、なんだろう、もうひなのファンの方みたいな、ひなのファンの方かなってぐらいこうずっと喜んでくれてね、うん、もうほんとかわちい、うん、かわちいだね。東方鼻声で失礼しました。そう、ミュータ鼻声だったんかいと思って、うん、ちょっと叫びすぎてなんか鼻声なんかもわからん。うん、めっちゃおもろいんだから、うん。そう、インスタストーリーね、みんなメンションひなにしてくれて嬉しかった。今日は一体メンションにお答えしました。うん、ね、そう、コロナ明け、そう、ヌさんもコロナ明けでゴーンって友達とって心配だったけど、そう、
もうリヌタンはいきなり通常運転でびっくりだったよ。ピュアが自転車を使いこなす時代来た。ヒューズはめっちゃインスタ使いこなしてるよ。ねえみんな知ってる？ヒューズツイッターよりもねインスタグラムの方が使いこなしてるからね、こう見えて。知ってる？インスタグラマーだからね、ヒューズさん。ツイッターラーよりもインスタグラマーだからね、どちらかというと。うん。そうよ。うんうんうん、私はツイッターなんじゃなくてインスタグラマーよ。うん、インフルエンサー、あ、どっちも確かにどっちもです。どっちもやってます。はい。すいません。ALT がよくわからない。 ALT はなんか写真に文字を付け足せる機能がツイッターにあって、そう、なんて素敵な機能だと思ってます。あのね、ツイッターって文字数制限がね厳しいんですよね。そう、あ、バチャレインボースターありがとう。キャッキャッ。でも ALT のその写真につける文字は無限なんですよ、文字数。そう、もう無限ぐらいあるんで、なのであのよくあるじゃないですか、ツイッターでカッコ文字数みたいなやつがあるじゃないですか。あれがもう ALT を使うことによってカッコ文字数いらなくなるやつです。うん、うんうん、最近ねできた機能やけんね。ALT でも皆さん見逃してそうだなと思って、昨日おととい投稿した投稿にあのすはてなマイメロみたいな顔文字を付け足したんですよ、私はね。すはてなマイメロっての後に来るのってもう木しかないじゃないですか。そうだから ALT にキーって送った人にみんながなんかなんかあんまり気づいてなさそうだったかな。うん、そう、なんかみんななんか大喜利みたいな、そうなんかネタに走るからねと思って、もうこっちは本気なのにと思ってこっちはいつだってガチなのに、なんかみんなガチじゃないよな、なんか大喜利みたいに走るからだからひなあのオイリプしたもん、あまりにもみんなが大喜利に走るから。 ALT 見たんってお前ちょっと、お前そこのお前 ALT 見たんか。うん。ちょっと待って、うん、見てないだろ。ちょっと待って、見てないだろっていうところで、はい。そう、こっちはマジだって言ってんじゃん。急にみんなを攻め出す人。うん、今度見忘れたらもうどんなのか分かってるだろうね、みんなね。分かってるだろうね。今度ひながガチなのになんかちょっと大喜利みたいなこと言ってたらどうなのか分かってるだろうね、みんな。分かって言ってるんだよね、みんなね。うん、これ忠告だから、本当にちゃんと ALT 見なさい忠告だからね、分かってるね。圧が今日はね、あまりにも低気圧で私はもう朝からね
朝のひなちゃん15分ぐらい芋虫みたいになってた。失われてた15分ぐらい。もう天気図すごすぎて今日。でも雨って知らんくて外に出たんよ。でね、お話し会終わってね、帰る時に雨降ったんでね、だからか。そう、もうひなもう朝の起き上がりでもう今日雨が降るかどうか分かる人間かもしれん。うん、いや本当に分かる人間だよ。天気予報は自分の体。そう、うん、やばい、低気圧レーダー自分でできる。うん、今日ちょっと朝諦めそうになったもんね。そんなわけはないけど、うんうん、いや本当にそうよ。写真集頑張ってみんなの分書いたの。みんなと今日写真集のこと話せるの楽しみにしてたのに、負けてたまるかっていう気持ちで今日芋虫から脱皮したけんね、人間に。うん、ほんとやばかったな今日、低気圧やったな。明日のひなネタ起きてみんと分からんのよねこれね。起きて本当に無理ってなった時はだいたい雨が降る。うん、そうそうそう。でも今日メール送れんかったのはひな的ショックなんですよね。今日なんかやることいっぱいあってサインをね、あの合間時間に210ぐらい書いて、それをしつつ合間時間に毎回メンバーにあの写真集を配りお姉さんをしてたら、もう何もできない。そうってなって、あのお話し会終わりにちょっと撮影がね、もう4本ぐらい撮影があって、どういうこと、何してんの私、どんだけ撮影しとんねん。うん、なんかいろいろ撮影しとったらね、もうなんか夜やった気づいたら。うん、書き物もあったんよ、しかもなんかもう一人で事務所で毎年恒例の年賀状プレミア年賀状、毎年恒例のプレミア年賀状のやつ書いとったら、なんかもうこんな時間。うん、うん、ありがとう。あのでも全部楽しくやってるからね。あのそう、でもただこう時間があまりにも短かった、今日はなんかもうメール送れんかった、ちょっとショックやって、もうってなってた。うんってそう。でもどうしてもあのツイッターであの感謝の気持ちをみんなに述べたかったかな。そう、ありがとう、今日ありがとうっていう気持ちどうしても述べたかったかな。あれは移動中に打った。うん、うん、そう、あれにいろんな気持ち込めてる。あの写真、あのありがとうにはいろんな気持ちこもってる。ごめんねって、ごめんね。うん、明日送るね、涙涙。そう、ちょっとバタ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 人間だったよーん。そうなのよ、今日もファンの皆さんに感謝感謝でございました。すごく楽しい一日でした。
なのに配信ありがとう。いやいやいや、全然ですよ。そう、毎日ありがとうの気持ち、いや本当に本日もありがとうの気持ちでございます。そう、とても楽しかったです。なんかエクストラバージョンなんだっけ今回なんかエクストラバージョンみたいなやつだからさ、あの初めて今日お話しが来たんだみたいな人もさ結構多くってね、エクストラエディションか、エクストラエディションだから、そうだからすごい、あのそう改めてこう花誰とか写真集とかでこう知ってくれる機会がいっぱい最近はあって、でもこう一歩その申し込みするとかさ、この日をお部屋のために予定を空けとくとかさ、なんかねいろいろな、ね、手順とかもこう一歩その踏み出してくれたことがすごい嬉しいなって思います。そう、なかなか好きになったとしてもさ、こう会いに行こうって思ってくれたりとかさ、なかなかこうお話し会行ってみようとか思わんやん。そう、だからそこまで日のためにしてくれるのが本当にいつも嬉しいでございます。はい、ね、初めてハードル高いよ本当に。一個こうハードルを超えたらもうそこからは沼が待ってるぞって感じなんですけどやっぱその一個超えるのって結構ハードル高いけんね、ほんまにありがとね今日も。日の沼って感じ。そう、今日もっともちょっと配信したいんやけどさ、そう54分やけんランキング読むね。13位あやとさん、なんだろう、次のシングル絶対会いに行くかな、これは待ってるよ、おいで、君のことを、お待ちしておりますね。あ、お話が行きました、嬉しい、約束。ジェニー、セント京太郎さん、ひなたんのマジにいつも大喜利でスマソンいや、ちょっとマジで答えてもらわないとやっぱ待ってるよ。ジェジェ台湾のごさん、ハッシュタグパパビオセーター2022 ありがとう、パパビオが喜びます。はい、ジェイ早ハクさん、ひな安心する、あら嬉しいな、ひなもみんなと話すと安心します、ポワポワしながらいつも喋っとる。ケイポンとひらきちゃん、ポンとひらきちゃんのことが好きだそう。8位横綱さん、横綱さんのことが好きだそう。7位さむきさん、今日はあざ、ひなちゃん頭いいよな、俺はいつでも君の味方、え切れてますかキレキレ6位山ちゃん、頭痛だったけどひなちゃんのおかげでやられた、おお、よかった、それはそう、安心するって言ったのなぜって書いてあったのか、みんながひなちゃんにとっての精神安定剤だからだよ思う。ごい、ダニーさん、お話し会ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとう、ねえお話またしようね、待ってるよ。よいよ、たかしんさん、写真集イベントの感想を言えてよかったね。そう、イベントの感想もみんなで話できて
改めて神目だったということでよかった。さあ、ポンタさん、今日もめっちゃ楽しかったよーかな。やちゃんもだよー。やちゃんも楽しかったよー。ザッキーさん、俺って DD なのかな。いや、絶対楽しい、今日もガチャ。あの、自分に自信を持ってください。うん、ありがとうって書いてくれてた、ありがとう。そして1位がトロロロパパーン、ハテタンの坂井寺グループイコールキレイさんです。今日ね、やり届いてて安心してます。あ、ちゃんと受け取りましてます。はい、パチパチありがとうございます。る本日も本当にスペシャリーとコメントをたくさんありがとうございました。読めてない皆さん申し訳ございませんでした。ですが、明日の配信では読まれるかもしれませんので、よかったらハートをフォローして明日の配信もまた見に来てね。 Twitter、Instagram、TikTok もフォローよろしくお願いいたします。今日はオンライン話し会のエクストラエディションバージョンだったんですけど、皆さんとね、こういっぱい写真集のことだったり、たくさんのこと歌番組のねことだったり、そうね、いろいろお話しして、そう、今日もみんなであのひなちゃんからいっぱいパワーもらえてたらいいなと思います。はい、そうですよ、うん、体調には、そうですね、皆さん体調には注意して明日も一緒に頑張っていきましょう、うん、元気をもらえました、よかったです。うん、ゆっくり休んでね。あ、ゆっくり休みますよ。はい。そうです。それでは皆さん、今日の一日、おつぴよでした。ありがとう。明日も、明日は何曜日？明日月曜日だ。週の始まり頑張ってねー。ひとごと急にひとごとになっちゃったっけ。一緒に頑張ろうねー。さあ、早起き頑張ろう。ではでは、月曜日ですが頑張ってください。おつぴよでした。バイバーイ。